ここは使われてんの。ってことは誰かいる。やっぱりそっち行くんだ。なんだ、つまんないな。怪我は？手当ての必要は？大丈夫。ノクト、ありがとう。ああ。ねえ、ちょっとは心配してくれた？そりゃ、するだろう。だから来てくれたんだよね。俺もそう信じてた。プロンプト、もう一回会って、俺はもう偽物じゃない、安心してって言うまで死ねないって。悪かった。大丈夫、気にしてないよ。
ノクト、音がする。音？お前の武器が使えなくなる直前、列車でも同じ音が聞こえた。近くに何かあるはずだ。武器が取り戻せるかもしれない。近いぞ。これか。閉まってる。音はこの先からだ。進めないのか。開くよ。魔導兵さん、同じのあったら俺のとかもな。よく見てねえけど。ごめん。俺ニフルハイム人なんだ。でもさすがにここで生まれたなんて。だけどみんなを仲間だって友人だって信じてきたから、この先もずっとみんなと一緒に。別に生まれなんてどこでもいいし。これから俺たちを裏切ると言われる方が信じられない。ありがとう。ただ過去は変わらない。一生ついて回れ。ま、そういうのお前が一番気にしてねえけどな。え？元から俺のことを王子扱いもしねえし。まあ確かに王子相手には見えないな。分かったら行くぞ、ルシスの一般市民。その方がいいんだろ。不満がないなら行こう。停止したようだな。ノクト、力は戻ったか。おい、試してみろ。分かった。しおお一安心だ。行くぞ。